この蜂ってなんかできるんかな。別に何も。敵やった。時が戻ることなく行けそう。何あれ、馬？なんかいつもと違う色の壺があるな。でもとりあえず今全部満タンやけんね。あれ何？馬？牛？牛かな？角が生えとる？ちょ、一旦凍っとるってことはきっと溶かさんといかんのだろう。溶かしたぞ。ん？何あれ？顔があるな。仮面機械獣ゴート。ゴート？ゴートってヤギやったっけ。とりあえずゴロンになった。え、ねえ、何？もしかしてぐるぐる回っては来ないね。一方通行か。えぇ、何？転がっていけばいいんかな。こう間にある壺は一体回復ができるってこと？ねえ、どこにいるの？え、これ一方通行？ぐるぐる回っとる？ぐるぐる回っとんかな？あ、ぐるぐる回っとるね。じゃないとよね。じゃないと、部屋長すぎってことになる。これどうやって攻撃したらいいんやろ。あ、なに？転がってたあたりで大丈夫なんや。ね、丸まって、このトゲトゲの状態になったまんま、なんかぶつかっていったら、相手ダメージ受け取ったね。いった。やめてよ。それはこちらもダメージがあるぞ。ね、壺から出るのさ、あの、魔法瓶だけじゃなくて、魔法瓶って言ったらなんか違うものになるな。なんかあの、まあ、魔法の壺だけじゃなくてさ、あの、ハートも出してほしいんやけど、それはちょっと無理っすか？あ、これ転がりよったら、魔法消費してくん。え、今初めて知った。痛い。ずっとやりよるはずやのに、初知りなこと多すぎるんですけど。なるほど。あ、でもなんか前言ったっけ、なんかジャンプするときに、なんかあの、めちゃくちゃさ、あの谷みたいなところで、めっちゃ息吹きよるゴロン族のやつ。あそこでジャンプするときになんか、魔法が足りんくて、あ、なんかジャンプできんみたいなのやりよったっけ。え、大丈夫？パンチすればよかったんか。でもこれで攻撃できるんならめちゃくちゃ良くない？ねえ、だってなんか延々と壺湧いてきとるみたいやし。で、これで追いかけたらいいだけなんやろ。めちゃくちゃいいやん。今までで一番楽なことなんじゃないか、知らんけど。え、でもそんな感じするよね。痛い痛い。あ、でも体力減ってないしね。なんか岩がぶつかったやつ。え、なんか攻撃してきそう。へい。なんか、お尻光よりよ。ほら、なんか、今にも光線を発射しそうな感じの、お尻の光。やめて。じゃ、スピード落ちたら、トゲなくなるんですよ。うわぁ！邪魔だ。うわっ！お、びゃあ！それはさすがにダメージある。それはさすがにダメージあるよ。やめてよ。追いつけなくなってきたよ。その、パリパリなりよる大丈夫な状態はいける、いけるんや。ウィーイ。ね、ハート欲しいって。ウィーイ。危ないって。
マジハート欲しいって。あ、そこの壺とかでってこと？あの緑じゃない壺ってことかな、ハート。知らんけど、でもそういうことやない。え、でもあそこの壺も復活するんかな。どうして、まだなんかな。スピードをなるべく落とさずに行きたいんだ。どうよ、まだか。痛いって。ちょ、あれやん、あと1回で終わりじゃない。え、違う、嫌じゃないんだよね。へえ、ないやん。あ、復活する。ね、ハート。え、なに、爆弾。あいつ爆弾使ったってこと。おい、いや、でも結構さ、アタックしたけど、まだまだなんかな。ちょっと相手の体力、相手の体力見せてくれません？え、なに？今、間違えた、間違えた。待って。なんか一緒に写真撮ったんかと思った。カシャって言わんかった。気のせいか。仮面を身につけた音か。よし、追いついたぜ。で、一番最初さ、あの、わけのわからんまんま、何？何事？わけのわからんまんま光線浴びたけんさ、速攻でダメージめっちゃ受けてしまったけど、これが攻撃になるっていうのが分かればね。え、怖い怖い怖い。荒ぶる。これが攻撃になるっていうのが分かれば、最初ほど一気に体力をなくすことはないと思うんよね。え、マジで爆弾どこから降ってきたんやろ、謎なんやけど。しばらく当たり続けたらなんか逆に吹っ飛ばされて、ちょっと私の体力が減るってことか。えい、あんま行きすぎるのもあれなんかな。え、もしかして周りからなんか、周りからなんか飛んできよる、気のせい。ボスぐらいちょっと相手の体力が見たいな。ちょっと遠っ。めっちゃ離れたところからパンチを繰り出してしまった。全然ぶつかってない。でもあれやな、1回しかさ、まだあの倒れ込むところは見てないな。ね、2回目みたいなのないね。え、わざわざこっちもいとんや、撃つとき。お尻から出しようかと思った、光線。違うんよね。なんてことだ。てかね、マジで惜しいんかどうかもわからんのよ、相手の体力がわからんけん。来た！へぇー！あれだな。あいつが爆弾振らせてんな。そういうことよね、きっと。もうさすがに私が出ていかなさすぎて出ていかなさすぎて、しびれを切らして、何、爆弾じゃないよね、しびれを切らして爆弾を落としていったよ。そろそろ来るか。え、ちゃんと当たって相手赤くなりよるよね。えー、何、え、逆走しだした。なんか逆走しだしたよ。でもパターンが変わったってことは、ちゃんと当たっとるってことやんね。ちゃんと当たって相手にダメージを与えれとるけん、パターンが変わったんよね。うわー、レイジ超えたよ。あと、あー、よっしゃ、いったー。ふう、やっぱ地道に確実に倒していくのが一番やね。派手なことやったら私は下手くそなんで死ぬんだよ。あ、わーい、やったー。あれは仮面かな。
こっちの方が今私には大事なの。ハートの器を手に入れた。ライフの限界1アップ。おまけに体力全回復。イエイ。え、増えた？さっきまでが何個やったか全然覚えてないんやけど。4つやったんかな、さっきまで。なんか似たような仮面ばっかりやな。あれ？ゴートの亡骸を剥ぎ取った。邪悪な仮面に封じ込められた魂が今解放される。なんか前もこんな感じじゃなかった？仮面。デザイン。ねえ、あなたたちは何者なの？何？誰？誰が話しかけてんの？なんだあいつ。ま、も、る、も、の、守るもの？守護者的な？じゃああんたたちは守護神なの？だから神殿に。だけどその守護神がなんで？ねえ、ちょっと聞いてる？ねえ、ちょっと。あ、これで、あれかな、小声取ったの終わる？あれ、あの子溶かしてあげんかったっけ？なんかまだ凍っとるけど。え、私この子溶かしたよね？再び凍りました？これで寒くなくなった。やったね。リンクにとっては逆にちょっと暑くなるかもしれんけど。でもまあ、ゴロンで言ったら快適ってことやもんね。オッケーオッケー。何あれ？お墓？ふぅ、戻ってきたぜ。また謎のカエル。この蜂ってなんかできるんかな？別に何も。敵やった。え、敵やったし、普通にでかい。待って、なんか普通にさ、ちっちゃい蜂が飛びようやと思ったのにさ、キモいんやけど、無理。自分から近づいてきながらあれやけど、無理。キモい、キモい、キモい、キモい。全然当たらんし。え、キモい。ちょっと顔見たくないな。ねえ、どっか行ってくれます？ふわっぷにならないでください。無理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 。ねえ、このカエル一体何なん？あ。ミスミス。よいしょ。ねえ、このカエル一体何？なんか必ずさ、クリアした後カエル出てくるよね。なんなんやろ、謎。めちゃくちゃ謎。んで、私は一体どうすればいいんすか？スノーヘッドはもういいんすよ。スノーヘッドじゃなくって、じゃあ、ゴロン、ゴロン、ゴロン。こっちか。ほら、なんかちっちゃく見えるんやけどな。ちっちゃく見えるのになんか実際めちゃくちゃでかい蜂なんよね。やめていただきたい。これはゴロンで上がらんといかんってことか。え？こんな感じや。どこ？これ。え？これ何？どこ？これゴロンの里に続く場所じゃないの？怖いんですけど、やめてよ。なんかあれみたい。あ、これ違うわ。関係なかった。これ切ったところだよね。あと何時間ですっていうだけやろ。ゴロの里へ向かう道じゃなかったっけ？え？どこここ？え、待って、どこここ？ゴロの墓場こんな感じで来れるんや。じゃあもう、メガネいらんわけやね。なるほど。じゃあ落ちていい？
また上に戻るんか。なるほどね。これで落ちたら大丈夫？すげえ飛び込み。よしよし行こう。あ、今ここから入ったってことか。なるほどね。私が行きたかったのはこっちやんね。あと4時間。この先ゴロンの里、危険な狼ウルフォスに注意。よし行こう。とりあえずあそこクリアしてお面もゲットしたけど、ストーリー的には、うわびっくりした。あ、敵まであれやん。もうあれやね、雪狼って感じではなくなったんやね。普通の狼って感じ。ストーリー的にはなんか次の場所のヒントみたいなん絶対くれるよね。すごく嫌な音がする。いいよ。開いてる？あ、開いてる。やっぱ寒くなくなったけん。あれ、誰もいない。え、みんな、この姿で行った方がいいかな。てか移動か。あ、いたいた。おお、ダルマーニ、待ちかねた頃。一度は死んだと思っていたお前がスノーヘッドの吹雪を封じ込めてくれたと。里ではその話題で持ちきりだった頃、お前のおかげでゴロンの里にも春がやってきた頃、みんなも喜んでおるぞ。ゴロン一の勇者、それはダルマーニ。死んでも死なない不死身の男、それはダルマーニ。死んでんだよ。オラたちの希望の星、それはダルマーニ。ダルマーニはゴロン一、ゴロン一、ダルマーニは世界一、世界一。めちゃくちゃ崇められよるけど、息子も元気になって早速春を祝うゴロンレースを見に行った頃、わしは今回のことで長年守り続けてきた族長の座をある若い者に譲る決心をした。冷静な判断力と勇気ある決断力、皆をまとめていける族長にふさわしいゴロン。それはな、ダルマーニ、他でもないお前のことじゃ。いや、私は旅立つんすよ。どうゴロ、お前なら皆も族長として喜んで受け入れてくれるゴロ。何、答えは急がんでいい。ゴロンレースにでも出てゆっくり考えるゴロ。いい返事を待っているゴロ。いやー、いい返事をするつもりはないんすよね。ゴロンレースに出ろっていうことなんすね。なるほど。息子がお前の来るのを首を長くして待ってるはずだゴロ。早くゴロンの里を出た双子島の洞窟の向こうに行ってやってくれゴロ。ほい、ということで、じゃあまあとりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、多分この元の世界、元の世界っていうかも、またこう初日に戻る前にいろいろとね、このクリア後のことをしとかんと、またね戻っとるけん、ここで終わらせんといかんのよね。次回またパパパッとこなしていこう。